神経解体新書上図に記載された神経神経は動物に見られる組織で情報伝達の役割を担う。日本語の神経は杉田玄白らが解体新書を翻訳する際、神器と経脈等を合わせた造語を当てたことに由来しており、これは現在の漢字圏でもそのまま使われている。そのため解体新書が刊行された1774年以前には、 存在しない言葉である。全体の構造から見ると、情報の統合のため体制中部に集合して存在する中枢神経系と中枢外に存在し、個別に繊維として認識される抹消神経系とに分けられる。抹消では繊維の形態が神経繊維束として明瞭に認められるために、これのみを神経と呼ぶことも多い。神経細胞の核を含む部分は、 核習部と呼ばれ、小胞体やゴルジ体を含み、タンパク合成の中心的部分となっている。神経細胞は多数の突起を持つが、これらは、核習部に向かって情報を運ぶ、樹状突起と、核習部から離れた方向に情報を運ぶ、軸索とに分類される。軸索の末端は、他の神経や効果器官と、わずかな空間を隔てて、シナプスを形成する。 神経細胞や軸索が単独で存在することは少なく集団を成すことが多い。一定の機能を持つ神経細胞の核周部が中枢において集まった場合、この集団を神経核と呼び、末梢では神経節という名で呼んでいる。また、哺乳類では大脳や小脳の表面に神経細胞が隙間なく並んで相乗の開発質を形成する皮質が作られる。 中枢の核や末梢の神経節に出入りする神経繊維もまとまって走行することが多いが、核神経繊維は直接接するのではなく、神経にか細胞によって指示されたり、被覆、絶縁されたりしている。神経軸作を直接被覆するグリア細胞として、有水神経の鞘を作り、腸薬伝導に寄与することにより、神経の伝導速度を飛躍的に早めている。 手腕細胞が有名である。末梢では神経繊維は関節や筋肉周辺を走るために体の運動に伴った身長、変形が起こる際に繊維をどう守るかが重要である。肉眼的に認められる神経はクリアに被覆された神経軸作の束がさらに抗原繊維により神経上膜、中膜、 内膜と三重に取り囲まれた構造物として存在するのである。このようにして末梢神経が多少牽引されてもコラーゲン繊維の高調性により保護される。中枢神経は多くの場合強固な骨内に格納され変形することはほとんどないのでコラーゲン成分の少ない部分として知られている。神経は19世紀に発達した組織染色技術を 適用しても全く染まらず、その染色に懸賞金がかけられるほどであった。神経染色に初めて成功したのは、イタリアのカミッド・ゴルジで1873年に小三銀を利用したゴルジ染色を開発した。スペインのサンティアゴラモン以下ハールはこの方法を利用し、1887年にニューロンを発見した。しかし、シナプス感激は、 光学顕微鏡では観察されない狭さだったために1906年に二人がノーベル賞を授けられた時点では神経すべてが網目を作って一体性を成すというゴルジの考えと神経は多数のニューロン単位から構成されるというラモンイ・カハールの考えが対立していた。電子顕微鏡によって神経細胞の間にシナプス感激が見つかり、 ニューロン説の正しさが証明されたのは1955年になってからである。一つの神経細胞内を膜電位の変化により情報が運ばれることを電動・軸索末端に達した電気的変化が細胞膜の微細構造的変化を起こして特有な物質が放出されて情報が運ばれることを伝達と呼んでいる。フランスのルイアントワーヌ・ランビエは軸索を取り巻く随称に 切れ目があることに着目し、随章が絶縁体となっていることを示唆した。このことをカエルの単一神経繊維を使って実験し、超薬伝導を初めて記録したのは日本の田崎十二であった。そして1952年、この電気的興奮が細胞膜内外のナトリウムイオンとカリウムイオンの濃度勾配の変化によって生じることを示したのは、イギリスのアランドイドホジキンと、 アンドリュー・フィールディング・ハクスリーである。ニューロン間の伝達が実際に科学的物質の放出を含む現象であることは、オットーレイビが2つのカエル心臓の一方のみの迷走神経を刺激して証明した。この事実から神経と内分泌調節が特定の化学物質を介した共通点を持つことが理解されるようになり、後年神経分泌現象の認知に道が開かれることになった。 神経を分類するには構造的、機能的な観点によるが一長一短がある。上に挙げた中枢と抹消の名称は完全に構造的な区別によるもので、これをさらに押し進めると脳神経、脊髄神経のようにどの部分から神経が出ているかの細分に続く。しかし中枢と抹消は実際には切れ目なく続いている。機能的には 運動神経と感覚神経に対別されるが、内臓の運動、近くに関係するものは自律神経としてまとめられ、さらに自律神経は交換神経と副交換神経とに分けられる。また体制運動、近くに関するものを動物神経系、内臓運動、近くに関するものを植物神経系としてまとめることも行われる。しかし一本の抹消神経を例にとっても、 純粋に一つの機能を持った神経が束ねられたものは少なく機能的に異なる神経が混在することから神経の分類の困難さがわかる。内分泌を通じた情報伝達に比較して目的の領域だけに極微量の伝達物質が作用するので作用は限局的である。シナプス感激には伝達物質を分解する酵素が存在する伝達速度が非常に速く 効果は、短時間で終わるために、刺激は、短時間に反復可能となるという上記のことから、神経が短時間で微細な調節を担うことがわかるで、あろう。https://www.igaku-shin.co.jp スラッシュペーパースラッシュアーカイブスラッシュは二零一八スラッシュ PA0328406 濃度、神経、福竹都市医学会、新聞2018.08、062021年1月19日閲覧、人間のための一般生物学、P63 竹村正春小過坊2010年3月10日、第3版第1冊、人間のための一般生物学、P61 竹村正春小過坊2010年3月10日、第3版第1冊、 科学は歴史をどう変えてきたかその力。証拠、情熱。P266 から267。マイケル・モーズリージョンリンチチョ。く清彦よ役東京書籍2011年8月22日。第一冊。科学は歴史をどう変えてきたかその力。証拠、情熱。P267 マイケル・モーズリージョンリンチチョ。 久場きよひ役東京書籍2011年8月22日、第一冊、地の最先端、P28 バリスド編著日本実業出版社1998年2月28日初版発行。ありがとうございます。